こんばんは。玄関がガラ空きでしたよ。それにしても狭い家ですね。今すぐにでも新築したいぐらいに。え？誰って？やだなぁ、クリーパーに決まってるじゃないですか。あ、動かないでくださいね。出ないと今すぐはぜますよ。別に、ただ爆発したいだけ。焦ってる焦ってる。お兄さんかわいいな。ねえお兄さん。お願いがあるんだけど、いいかな？拒否権はないけどね。どうせ爆発するんなら、僕からじゃなく、お兄さんの手でやってほしいんだ。本当はね、お兄さんのことずっと遠くで見てたんだ。一目惚れっていうのかな。お兄さんの挑発でいけたらどんなに幸せなんだろうってずっと思ってた。大丈夫。お兄さんがやりたいことをやってくれたら、それでいいから。それとも、僕みたいな体じゃ不満？答えてくれないんだ。でも、お兄さんの体は正直だね。ここからでも鼓動が聞こえてくるよ。さあ、お兄さんの導火線で、僕に火をつけて。